はい、どうも、ゆうじです。今日はこちら、ドアンゴ4つのアクションというお話です。え先日から大変話題のゆっくり茶番劇についての商標登録問題について、本日、ドワンゴの方が15時から記者会見を行いました。そこでどのような発表をされたのか、今回お話をしていきたいと思います。よかったら最後までお付き合いください。で記者会見の中でお話しした内容が、えー、文字になって発表されておりますので、まずそちらの方からご覧いただきたいと思います。え文字商 ゆっくり茶番劇に関するドワゴの見解と対応についてというタイトルになっておりますえ2020年5月23日追記となっておりまして、えー、本日の記者会見で多くのクリエイターの皆様が安心して創作を続けられる環境を作るために以下4つのアクションを行うことを発表いたしましたまず1ゆっくり茶番劇商標権の放棄交渉2ゆっくり茶番劇商標登録に対する無効審判請求 丸三、使用料を請求されてしまった方への相談窓口の設置丸四、商標登録による独占の防止を目的とした商標登録出願以上の四つを行っていくという発表をなされましたまず一番目なんですけれどもこのゆっくり茶番機の商標権を持っている石氷さんという方この方に対して商標権を放棄するようにこれから交渉をしていくというような形で発表されておりました実際には えネット上では、ゆずはさんというお名前で、まあ、こちらの商標権を持っている。で、代理人のこの石郡さんに取ってもらったというような発言をされていたかと思うんですが、この辺の事実関係について、その関係性については分かってはおりませんので、商標権を持っている本人に対して、今後働きかけていくというようにおっしゃっておりました。で、この丸1と丸2は連動しておりまして、まずは、この商標権者に対して、放棄をすることを訴えかけて、まあ交渉 をした上でそれがうまくいかなかった場合には無効審判の請求をするという二段構えになっております一を行ってダメだったら2をしますよというような発表となっておりましたで、さんについてなんですけれども使用料を請求されてしまった方への相談窓口の設置ということなんですがこちらの方は非弁行為だとかいろいろなことに該当する可能性がありますので基本的には無料で相談を受けたまわって必要な窓口の方を紹介してい 行くというよううよよなな形になるようです例えば警察の方を紹介したりするのかそれとも弁護士を紹介したりするのかそちらの方に行ってくださいっていう風に言ったりするのかそういった窓口こっちの窓口の方がいいんじゃないんでしょうかというような案内をするような窓口を設置するというような発表となっておりますえそして4なんですが「商標登録による独占の防止を目的とした商標登録出願」というお話でございますえこちらについては巷でね多分するんじゃないか というふうに言われておったんですがやはりこの4番商標登録を出願するというお話も出てまいりましたちなみに今回のこの会見でも言っていたんですが投げ銭という言葉も実はドワンゴの方で持っておりましてそちらの方も同じように独占を誰かね第三者に独占されることを阻止するためにこの商標権を取った上でみんなに使ってもらっているというような形になっているようですちなみに今回のこのこ 登録問題の過中の人まあ党の本人でございますねこのユズハさんなんですけれども、えー、5月の18日に発言したっきり、えー、だんまりを決め込んでおりますただ裏の方ではいろいろ話をしていたようなんですけれどもこちら、えー、ユズハさんが所属している、えー、こういうドットライブという所属団体なんですがこちらの方から発表はございました、えー、おはようございます、えー、今朝ユズハより月曜日から放棄手続きを開始するとの報告 がありましたことご報告をさせていただきますゆずはの放棄手続き完了を見届けた後閉会としの対応を終了とさせていただきますよろしくお願いいたしますというように発表されておりますねこれに関してはネット上でもたくさんねいろんな方が言っておるんですけれどもなんで所属事務所に全部発表させんのって自分の口から言ったらええやんって金取る時だけ一生懸命発表しといてこういう問題になった時に自分はだんまりで 誰かにやらせるってちょっと違うくないですかっていうようなお声がですね非常にたくさん上がってる状態でございますまあ俺も思うよあの自分のケツも自分で吹けないようだったらこんなこと最初っからしなきゃいいのにねって思いますよちなみに所属事務所の対応としてはこのユ湯ハさんの対応があまりにもひどいということで会員の資格を 停止するというような形になっております。えその発表はこちらなんですが、え匿名クラブ、えこういうドットライブ所属、えユズハを無期限会員資格停止とする懲罰処分を行いました。当該会員に関する一切の会員権サービスも停止となります。え今後ともコンテンツを愛するすべての皆様とともにグループ一丸となってより一層努力してまいります。ということで、え所属事務所側のえ態度としては、まあこういった行為は許しがたい行為ですよという。 いうような態度を打ち出した形になっております。ただ、あのこういうドットライブさんがそうだという話ではないんですが、世の中にはこういう人もいるというお話にはなるんですが、無期限というものに関しては1日で終わっても10年続いたとしてもどちらにしても無期限なんですね。あの期限がないということで、期限を区切らずに、えー、会員の資格を提示するということなので、1日で終わっても3日で終わって、でも10年で続いたとしても、まあ無期限ということになりますので、まあ、そういったこともま。 とは言い切れないといとうお話でございますまあ,あのこういうドットライブさんがそういう団体だとは思いませんけれども中にはそういう方もいらっしゃるというお話ですねでこれらの件についてドワンゴの方でも承知しているようでこれについてドワンゴの方はこのように見解を述べているんですが記者会見のさなかでこのような質問が出ましたユーザーの所属事務所からの発表を見てどう思うかということなんですけどもそれが先ほどのツイートの件なんですがそれに対してこのように答えております,あくまで所属する団 反対の発言だし本人からの発言が出ていない状きを進めていくというような趣旨でお話をされておりましたおっしゃる通り今回のこの発表っていうのは所属している事務所からの発表であって本人がその通りに手続きをするかどうかも定かではない状態なんですね、まあ、なのでおいそれとその発表だけを信じてそのまま待つということはできませんよというようなスタンスでいらっしゃるような形になっておりますまあ、でもそそうよね、まあ これまでのこの伊沢さんが問題をこう発表してから、これまでの対応を見るに、いろんな言ってることが二転三転するようなことも見られました。はい。言ってもいないことをもう一回言いますよと言ったり、まあ、非常に発言に一貫性がないというふうに私は感じておりまして、そのような人間が発言していない状態で、また聞きの状態で、まあ、信用ができるかっていうと、やはり信用に足る人物ではないというふうに判断するのが私は妥当 だというふうに考えております所属事務所がこのユーザーさんがやるよって言ってること自体は本当かもしれないんですけれどもそのやるよっていう本人が本当にやるかどうかが非常に怪しいよっていう話なんですね俺はこれまでのユーザーさんの言動から考えるにやるって言ってたものをやっぱりやめたっていう風になったとしても何ら不思議ではないというふうに思っております一応こういった形でまあ最終的にはドアゴの方で商標権をし してて、まあ、みんなななにに使っいいただこうというようとよお話になりますでそこで、まあ、心配されることだとは思うんですけれどもじゃあドワンゴが商標権取ったらそれをまたそのライセンス料だとか取られる可能性あんじゃねえのというお話にもなるんですけれどもそれについてはこの記者会見の場でそういったことは一切いたしませんということをはっきりおっしゃっておりましてただ質問などにもあったんですけれどもその気持ちが変わって将来 的にライセンス料ななどを請求されるる可能性もあるんじゃないのっていうようなご質問はあったんですそれに対してはこの記者会見の,の場で、まあ、そういった請求はしないって言っておきながら後からそういうことをすれば、まあ、株価などに大きな影響を与える可能性があり社会的な信用を失うリスクを負ってまでそんなことをする必要がねえよっていうことを言っておりました、まあ、これについてはね、まあ、ごもっともという感じだと思いますこれについてはもう信じて,していただくしかないっていうようなお話にはなってるとは思うんですが これまでのこのゆっくり関連のこの商標についての取り扱いだとか扱いに関してを見ると今後もまあそこまでドワンゴがね商標権を持ったからといって心配するようなことは私はないんじゃないのかなというふうに思っておりますでましてや先ほど申し上げたようにその投げ銭という言葉のその商標権を取ったという前例もありますからその投げ銭についての商標権の取り扱いについてもまあ見ていけば確かにまあ ま信用していいんじゃないのかなというふうには思っておりますのでまあゆずはしが持っているよりはよっぽどマシだというふうに私は考えております一番いいのはその誰も商標権を持たずにみんなでその一般用語として扱っていけるというのが一番いいとは思うんですが今回ねこのゆずはしのようにこの自分のものでないものを自分のものだっていうふうに言い張るような異常に不届きものが出てくるようなことを考えるとまあドワンゴに持っていていただいた方がまあ 今後ののトラブルががなななくていいいんんじゃないのかなとは思うんですが本来であれば一般用語として扱っていただいて商標登録ができない言葉なんだよというふうになっていくのが一番いいんじゃないかなというふうに私は考えております。で今回その記者会見をっ行ったのをこちらのねメインでやったのが栗田さんという方なんですけれどもこちらの方の対応としては俺はかなり良かったんじゃないのかなと思ってるんですよ。もちろんねみんなが全てね100点満点っていう話ではないとは思うんだけれども今 できる最大限のことをしていただいたような気がしております俺としてはまあ、これ以上ないんじゃないかなっていうような会見だったというふうに思っています皆さんはどう思われましたでしょうかとりあえず今一番気になってることは本当にユーザーさんが今日から手続きを開始するのかっていうところがやっぱり一番気になってますよね結局所属事務所の発表だけで済ましている状況なのであっさりと撤回する可能性はかな かなりあると思うんですよ、まあ、そのあたりのところは今後の経過を見守っていくしかないかなとは思っているんですがとりあえずユザハさんは自分のことなんだから自分の言葉で自分の SNS 上でしっかりと発言はされた方がいいんじゃないかなと思うんですよいつまで人任せにしてんだという風な思いがマインところ一番強いかなという風に感じております皆さんはこの件どのように思われましたでしょうか何か思うところありましたらぜひコメント欄でコメントしていただけると 大変嬉しく思いますあとはこの動画がいいなというふうに思っていただければ是非チャンネル登録をお願いいたします。以上